1948年のマーサグレアムモダンダンスは19世紀末から20世紀初頭にかけて主にドイツとアメリカで生まれた西洋の劇場舞踊、タンスターターのジャンルでその内容は幅広い。モダンダンスはしばしば古典バレエに対する否定または反逆として現れたとされる。背景には社会経済的及び文化的要因もある。19世紀末、イザドラ ダンカン、モード・アラン、ロイフラーなどの舞踊芸術家によって、今日では美的舞踊あるいは自由舞踊と呼ばれる新たな上演の形式と実践が開拓されていた。これらのダンサーは、バレエの厳密な動きの語彙、バレエにふさわしいとされた特定の限られた動きの型を無視し、より自由な動きを求めて、コルセットとトウシューズの着用をやめた。二十世紀を通じて、 社会政治的な問題、歴史的事件及び他の芸術ジャンルの発展がアメリカ及びドイツにおけるモダニズムのダンスの持続的な発展を流した。1960年代に入ると従来のダンスの形式や社会の変化への応答としてダンスをめぐる新たな考え方が生まれ始める。結果としてポストモダンダンスのアーティストたちはモダンダンスの形式主義を否定し、 パフォーマンスアート、コンタクトインプロビゼーション、リリーステクニック、即興などといった要素を含むものになっていった。アメリカのモダンダンスは3つの時代に分けられる。初期では、イザドラ、ダンカン、ロイフラー、ルース・セント・デニス、テッド・ショーン、エレノア・キングに代表される。彼らの作品とともに、芸術的活動の性質は根本的に変化したが、 明確に異質なモダンダンスのテクニックはまだ現れない。中期では、マーサ・グレアム、ドリス・ハンフリー、キャサリン・ダナム、チャールズ・ワイドマン、レスター・ホートンといった振り付け屋たちが、独自の動きのスタイルや、恋の探求に乗り出し、明確に定義された、ダンストレーニングのシステムを確立した。後期には、ホセ・リモン、パール・プリマス、マース・カニンガム、タリー・ビー・ティー、エリック・ホーキンス、 アンナ・ソコロをアンナ・ハルプリン、ポール・テイラーなどが抽象表現と前衛的な動きを鮮明に示し、ポストモダンダンスへの道を準備することになる。モダンダンスは世代ごとに進化してきた。その芸術上の実質は振付屋ごとに異なり、またスタイルやテクニックも同様である。グレアムやホートンなどが中期に生み出したテクニックは今日でも世界中で教えられており、 他にも多様なモダンダンスが存続している。モダンダンスは、しばしば古典バレエへの否定、または反逆として現れたとされるが、歴史家は、アメリカとヨーロッパでの社会的、経済的変化がダンスの世界に刺激を与えたと、示唆している。アメリカでは、工業化の進行中産階級の台頭、ビクトリア朝的な社会的圧力の低下などにより、 健康と体力増進への新たな関心が生まれた。こうした状況の中でバレエへの不満と同時に社会構造への拒絶からも新しいダンスは生まれてきたのである。同じ時期に体育を擁護する人々がモダンダンスの出現を助け、またダンスを熱望する若い女性たちの技術的な基盤となったのは体操であった。女子大学は1880年代末までに 神秘的な舞踊のコースを提供し始めた。当時この進行の芸術形式について、詳しく書いたエミル・ラスはこう書いている。音楽とリズミカルな体の動きは同時に生まれた、つまり芸術における双子の姉妹である。今日、私たちはイザドラ・ダンカンやモード・アランたちの芸術作品において、音楽家が作曲において表現するものを作り出すためにダンスが用いられているのを見る。 すなわち表現するダンスである1903年のイザドラ・ダンカン・ラバン学校のダンサー。1929年、ベルリン・ヨーロッパでは、ドイツのマリー・ビグマン、フランソワ・アデル・サルト、エミール・ジャック・ダル・クローズ、及びルドル・フラバンが人間の動きと表現の理論や指導法を掘り下げ、ヨーロッパにおけるモダンダンスと表現舞踊の発達を促した。他の開拓者として、 クルトヨースやハラルト・クロイツベルクなどがいる。大教皇とヨーロッパでのファシズムの脅威の高まりに対する意識からラデカルなダンサーたちは同時代の経済的、社会的、民族的、政治的危機を劇的に表現することにより継承を鳴らした。1915年、ルース・セント・デニスは夫のテッド・ショーンと共にデニ・ショーンの好を及び舞踊団を設立した。 セントデニスは創作の部門を、ショーンはテクニックと構成の指導を担当した。マーサ・グレアム、ドリス・ハンフリー、及びチャールズ・ワイドマンはいずれもこの学校の生徒で、舞踊団のメンバーであった。ダンカン、フラー、セントデニスは自分たちの作品をより受け入れてくれる観客を求めてヨーロッパをツアーした。フラーの作品に至っては、ヨーロッパ以外ではほとんど支援を得ていない。 セントデニスはアメリカに戻って活動を続けた。マーサー・グレアムとバートラム・ロス、1961年。撮影、カールバン・ベクテン・マーサー・グレアムは、しばしば、現代の20世紀の劇場舞踊の創始者とみなされる。グレアムはバレエをあまりに偏っている、すなわち、ヨーロッパ的であり、帝国主義的であり、非アメリカ的であると見ていた。彼女は1916年に、 デニショー音楽校の生徒になり、1923年にはニューヨークに移ってミュージカルコメディ、ミュージックホールなどに出演し、また自ら振り付けにも取り組んだ。グレアムは収縮と解放の概念に基づいた独自のダンステクニック、グレアムテクニックを開発する。グレアムの教えでは感じることが求められた。感じるとは床に接していることへの意識を高めると同時に、 体全体にわたるエネルギーを感じ、それを観客まで届けることを意味する。ダンスにおいてグレアムが開拓した点は、体の中心の強調、呼吸と動きの連携、ダンサーと床の関係である。初期のモダンダンサーたちは、教師に教わったテクニックや構成の手法を放棄し、独自の手法と考え方を呼び、ダンステクニックを編み出した。これが、モダンダンスの基礎となった。 1927年、新聞各紙は舞踊評論家と契約するようになり、ウォルター・テリーやエドウィン・デンビーは音楽や演劇の評論家としてではなく、動きの専門家の観点からダンスの上演に向き合った。教育の分野においても、はじめは体育の一部として、次に舞台芸術として、モダンダンスが大学のカリキュラムに取り入れられていった。 1934年にベニントンカレッジに設立されたベニントン舞踊書き学校では多くの大学教師が訓練を受けた。ベニントンのプログラムについてアグネス・ド・ミルは次のように書いている。あらゆる種類のアーティスト、音楽家、デザイナーがうまく混ざり合っていた。それに全国の大学での講演企画の担当者たちも集まってきていた。 ヨーロッパの観客の好みに偏った三つの大きな独占的マネジメントによる束縛からも自由だった。その結果、初めてアメリカのダンサーがアメリカの全国ツアーの契約を得ることができ、これによって彼らのビジネスの始まりが告げられた。アルビン・エリー・アメリカンダンスシアターのレバレーションズモダンダンスの発展過程ではアフリカ系アメリカ人の活躍もある。 純粋なモダンダンス作品を作る傾向と、アフリカンのダンスやカリブのダンスとモダンダンスを混合させる傾向とがある。モダンダンスの遺産は20世紀の劇場舞踊の系譜の中に見ることができる。多様な形式が生まれてはいるが、大勢の独創的なアーティストが自由舞踊にまで遡れる遺産を共有している。ポストモダンダンスは1960年代のアメリカで、 社会が政治と芸術における心理や理念に疑問を投げかける中で発展した。この時期は芸術における社会的及び文化的な実験が活発化していた。振付屋たちは特定の流派や様式を作らなくなった。様々な時代のダンスからの影響はさらに不明瞭かつ断片的になった。ポストモダンダンスにおいて音楽が用いられないことはごく一般的である。 ここでは、モダンダンスにおける重要な教師と生徒の関係の一部を示す。ルドルフ・フォンラバンとその舞踊学校の生徒たち、ベルリン、1929年、ありがとうございます。